はい、皆さんどうも、トゥガイチローです。というところで今回もですね、まあ、月2回恒例の、まあ、こちらサブアカトゥガイチローの方の現、まあ、現状報告とか、そういうのを話していきたいかなというふうに思います。で、まあ、トゥガイチローですけれども、まあ、前回ですね、まあ、水地のガチャ引いたんですけど、まあ、うんともすんともしなかったというところで、まあ、編成的には一切変わってないですかね。はい。で、こちらのアカウントについても、最近自分がですね、あのドラクエの方始めてしまったというところで、全然見れてないんですよね。はい。というところで、もう本当に育成とかも状況も全く変わってないかなと思います。はい。まあやっぱ、ああ、でもただ、まあ、宮下貫突、まあ前々回の厳選の時に宮下貫突させたんですけど、そのおかげでですね、今闘技場も、100位台になりました。はい、かなり成長したかなっていうところですね。で、あと、まあ、早い時間で、100位以内にも入ったこともあるんですけれども、まあ、あの王者の闘技場へは1回も参加したことはないですという状況ですかね。はい。まあ、というところなんで、今回もガチャ引いてですね、なんとか戦力の方を強化していければというふうに思っております。はい、ということで早速厳選の方からやっていきたいかなというところでやっていきましょう。はいはいはい。で、まあ、あんま良くないね。で、今回ですね、先にも本若の方は厳選やっちゃったんですけど、で、本若なんと5万7000引きました。はい、いや超大当たり引いたんで、こっちもなんとか当たり引いて、まあそうですね、このまま行くと、ちょっと3万ピッタだったんで、今回の石の数が。まあ、あんまりガチャ引けそうにないというところなんで。ああ、でも、まあ、厳選したで決めよう。でも100連は引けんのか。最低倍率引いても100連は引けるというところなんで。まあ、とにかく、行っていきましょう。お、いいね。4万5000ってことは、200は引けそうだね。200は引けるから、はい、何引いていくかっていうところなんですけれども、まあ今厳選と一緒に白雪来たんですよね。水着白雪、いやもうめちゃくちゃ強いです。はい。で、まあ、水着白雪に関してちょっと何が強いかっていうのはまた動画出そうかなと思ってます。はい、本若の方ですけど。で、ティアマトも捨てがたいかなっていうところで、ティアマトは多分この動画が出る頃には闘技場の動画みたいなの出してるかな。はい、ちょっと本若の方で、まあ、ティアマト使っ、あの闘技場で使ってみましたみたいな動画出してるかなと思うんですけれども、まあ、そこを見てもらえればと思います。で、あと火の霊ですよね。はい、一応は燃焼でいこうと思ってるまあ散々燃焼を引いてないんですけど、あのもうエルミナも引いてないですしね。はい、まあ一応は燃焼でいこうと思ってるんで、火の霊も捨てがたいですね。はい、あと輪廻の二度見だと、あ、雷カレンもね、いや、いいよね。はい。山強いです。というところで、今結構ガチャ自体は、強キャラが揃ってるというところなんですけれども、今回引くのは、こちら、火の霊ですね。はい。いや、まさかかと思いましたけどね、皆さんもね。絶対水着白雪行くだろうっていうところかなと思うんですけど、まあ、やっぱり200連ちょっとだとすると、まあ、火の霊の突重ねてった方が多分戦力的にはパーティー的には進むと思うんですよね。で、まあ、ハロウィン未来なんかも自分は育成結構進めてるというところなんで、まあ、ちょっとここに来て再び燃焼という形で進めていけたらなというふうに思っているので、まあ、火の霊行きたいかなというふうに思います。ということで早速ガチャですね、引いていきましょう。まあ、貫突狙いたいよね。200連で4体出せばいいからね。きちいな。お、早速来た。やっぱまあ、でも宮下の時に200連で4体出てんのか。いやー、武器か。まあ、でもパンドラックスなんですよね。まあ、ありなんだけど、まあ、1本は貫突持ってるんで、まあ、2本目以降、まあ、エルミナとかいるから。引けるっちゃ引けんのか。まあ、エルミナ貫突させないと斧持たせられないんで、聞く意味ないですけど。はい、ということで、キック確定でございます。まあ、フォロエさん。激アツじゃないですか、そしたら。前回、水地ゼロだったんでね、150連ぐらい引いたんだな。150連ぐらい引いて水地ゼロだったんで、ちょっと今回は頑張ってほしい、本当に。パシェル、あれだっけ。
ピックだったっけ。ピックっぽいよね、ここで出るってことは。そう、パシェルはでも貫突はしてなかったから、まあこれで思考1個解放しますね。まあプラス、まあパーセントじゃないんでね、結局あれなんですけど、まあ大きいですね。でまあここでパシェル貫突したんで、もうパシェル出なくていいです。出ねえなー、もうこれが50連目かな。まあ火花来てくれるから、なんかちょっと見どころは、そういうことじゃねえんだよな。火花が来てもね、それじゃ意味ないんだよ。はい、あーでもパンドラックス結構出んな。パンドラックス自体はまあ火の霊以外だと主典とかか、持ってねえな。主典同時、まあ主典同時イコールパンドラックスですからね、もう。あれ主典同時って最初刀なんだっけ。あ、リゼットか、通常リゼットですね、珍しい。いやだからあのね、すり抜けるならアルテミアなんだよ。あ、リディアンはまあありっちゃありかな、使い道が全くないわけじゃないです。まあ限りなくないに等しいけど、ないわけじゃないですね。パンドラックスめっちゃ出るじゃん、今回めっちゃ出るじゃん、やばい。これ水地に引き続きここも全く出ないってなったら本当にあれなんだけど、火のアンタレスはまだ無凸か、これで一つ目か。よし、そろそろ一体出てきてほしいかな。出ないね、マジで出ないね。フォロエさん2体もいるのに。よし、火花は多いんだけどね。よし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 、まあ今回二突まででいいかな、二突目標。うん、もう一回、お、フォロエさん頼むよ。めっちゃフォロエくれ。ここまで来たら求めてないよ、フォロエ、そんなに。お、来た、よし。まあなんとか一突ですね、これで。あと3体か。70連80連か、80連で3体、80連3体はまあいけなくはないけどね、結局運次第なんで。今火花来たから連チャンあるかと思ったじゃん。いやまああと1体、最低でもあと1体欲しい。リセットさえ出なければな、もう2体出てたんだけどな。やべえな、本当に突の時の津賀一郎運なさすぎる、宮試合以外の運がひどい。頼むって、いやマジで頼むって、マジで頼むよ。一番ひどいやつだったじゃん、金武器1個だけっていう。しかもせめて SR キャラ欲しいな、それなら。よし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 、まあここで出れば目標達成なんで、とりあえずはいいでしょう。早い。パーシェル早い、パンドラックスも出てくる。パンドラックス多分今回の動画で10本ぐらい出てきますね。さすがにそんなにはいらないからな、2本、せめて2本かな、必要なのは。でも個人的にはパンドラックスよりも、まあ今のオート環境だったらブラッドペインの方がいいんじゃないかとは思ってるんですよね。はい、ということでラストですね、引いていきましょう。お、ラストで来るか。そんな気したけどね、なんか、いやもううん、いいよ。はい、ということで、いやマジで津賀一郎運悪いな、最近っていうよりかはあれ、うん、運悪いねやっぱり。結局ハロウィン未来って何凸なんだろう。一凸か。ハロウィン未来も一凸か。ハロウィン未来と
今のところハロウィン未来とエルミナか。エルミナと宮下と今回のレイか、貫突狙える状況で、厳選で結構当たり引いて貫突狙いに行ったんですけど、ダメですね。ちょっとまあなんとか頑張っていきましょう。一応素材自体は溜まってんのかな。あー200作れないね。200は作れないけど、解放率とブースター結構溜まってるっていうところなんで、まあまた保留かな。とりあえず覚醒だけさせとくか。はい、まあ一つじゃそこまでまだレベル上げなくてもいいかなっていう状況なんで、まあまた半月ですね。辛抱強く待ちたいかなと思います。で、多分そろそろ花嫁リトミラ来るんじゃないかなっていう風に自分は思ってるんで、半月後あたりかな、まだかな、まあ近々来ると思うんで、そしたら花嫁リトミラ結構しっかり狙っていきたいかなっていうところですかね。はい、まあというところで、やっと今回もなあんまり成長はできなかったんですけど、まあそろそろ戦力4000万いくかなというところなんで、まあちょっとずつですけど頑張っていきたいかなと思います。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。